パーフェクトキスはニューオーダーが1985年に発表したヒット曲である。アルバムロー・ライフに収録された曲でニューオーダー初のシングルカット作品である。この曲がリリースされるまで彼らはシングルとして発表された曲をアルバムに収録することはなかったにブルーマンデー・ザ・ビーチが収録されているという例外もある。ファクトリーレコードのカタログ番号は ファク123、全英チャートで33位を記録。1998年の活動再開以降からは、全くライブで演奏されていなかったが、2006年に入ってから、再びセットリストに取り上げられるようになり、ブルーマンデーと共にライブのハイライトを飾っている。監督は、ジョナサン・デミで、他の彼らの曲で見られるようなビデオ作りとは異なり、 最初から最後までメンバーによるスタジオライブ演奏を収録する形をとっている。後述の12インチバージョンを演奏しており、10分近くに及ぶ長尺演奏を披露している。リズムセクションが打ち込みのこの曲では、ドラムのスティーブ・モリスは、ジリアン・ギルバートと共にキーボードを演奏し、ピーター・フックは、ベースの他シンセパーカッションを、バーナード・サムナーは、ギター、 ボーカルのホカカウベルを担当している。また、スタジオの壁には、ジョイディビジョンのポスターが貼られているのがわかる。この曲にはバージョンが3つある。1つは、最初に発表された12インチバージョンで、リズムマシンのパーカッションから始まり、フッキーのベースソロが絡むイントロが特徴的なもの。2つ目は、アルバム、ローライフや、ベストアルバム、ザ・ベストオブニューオーダーや、 シングルズなどに収録されているもので、12インチバージョンを編集して作られたと類推されるもの。このバージョンでは、大サビの部分が丸々カットされており、その部分の歌詞にこそ、パーフェクトキスとはという、この曲のテーマが説明されているため、アルバムしか聞いたことのないリスナーと、シングルも聞いたことのあるリスナーでは、この曲に対する印象もだいぶ違う。 三つ目は彼らの初期のベストアルバム、サブスタンスに収録されているバージョンで、最後のフッキーのベースソロの部分のバッキングのシンセサイザーのリフが12インチシングルで発表された最初のバージョンとは異なっている。また、曲の途中ではカエルや羊の鳴き声が聞こえる。2011年現在、オリジナルの12インチバージョンが収録された CD はオフィシャルでは存在せず、 このバージョンを聞くには、アナログの1 2インチシングルを探し求めるしか方法が、ない。パーフェクトキスザパーフェクトキスから8時46分、キスオブデスザ、キスオブデス7時2分パーフェクトピットパーフェクトピット1時24分。ありがとうございます。